エチナ川は、中華人民共和国の青海省と甘縮省、内モンゴル自治区を流れる河川。海へ流入しない内陸河川である。エジナ川、エジン川とも表記。別称に、黒川、弱水。上流部と中流部を指して黒川、下流部を指して、弱水とする用法もあり、弱水に相当する区間のみをエチナ川と称する場合がある。 中国の代表的な内陸河川の一つで、タリム川に次いで、中国で第二の規模を持ち、ゴーハジム水、京谷水、仙水、福氷水、福,水福投げ水、潮液水、干渉河など、様々な別称がある。干渉省では、最大の内陸河川で、火星回廊と呼ばれる、潮液市や渋川市など、オアシスト市の中心をなす重要な水源である。上流では、放牧、 中流の長液市から高台県にかけては、館外農業が行われる。越長川流域図、上流域の青海省紀連県。関宿省と青海省にまたがる紀連山脈の主砲、紀連山の東南にある、騒楼南山を源流とする。青海省北東部の紀連県を紀連山脈の南陸に沿って東南に流れ、八方鎮で八方河と合流した後、 流れを北西に、ついで北東に転じて、紀連山脈を北に抜け、寒宿省に入る。寒宿省の町駅市でオアシスを形成し、寒宿区、林沢県、高田県やその周囲を潤している。さらに北上して、バダインジャラン砂漠へ入る。この辺りのゴーハジム山付近までを黒川、これより下流を弱水と分ける場合がある。主金でから来る北側を合流し、 内モンゴル自治区へ入る。内モンゴル自治区、エジンバタの古西深層以北にて二つの川に分流し、西の川を西川、東の川を東川と呼ぶ。やがて西川はガシュンノールへ、東側はソゴノールへ流入する。この二つの末端湖はかつては一つの大きな湖で、共演会と呼ばれた。現代でもガシュンノールの実を指して、共演会と呼ぶ場合があるほか、 前者を西巨縁会、後者を東巨縁会とする場合もある。唐穂遺跡。古代から開拓の進んだ地であり、漢時代には現在より水量が豊かで、流域には長駅群が置かれた。巨縁会付近には属県として巨縁県が置かれ、その県状は唐穂戸の地にあった。当地の名称はすでに紀元前百二年には確認され、京都といの道広のりが、 強度に対する前線基地として築城したとされる。歴史資料として、著名な巨円艦艦もこの付近で発見されている。東西に走るシルクロードに直行する南北の交通幹線としても利用され、越名川に沿って城壁が築かれ、漢時代の将軍である各巨兵や李良も川沿いに兵を進めるなど主要な軍事拠点ともなった。紀元前には、 エチナ川を利用した、灌漑農業が行われ大いに栄えたが、期限後は徐々に衰退し、やがて放棄された。その後は、モンゴル系、トルコ系、チベット系の各民族が支配したが、11世紀には聖火がこの地を拠点とし、シルクロードの交易により繁栄した。マルコ・ポーロの東方見軍録に記された、エチナとは、カラほトのことであると否定される。また、 エチナとは、タングート語で、国水の音訳である。聖火は1226年に滅びたが、カラホトは、モンゴル帝国の庇護の下で繁栄を続けた。しかし14世紀に、民の攻撃により、都の城が壊滅し滅びた。ただし、カラホトの滅亡は民による攻撃だけではなく、洪水や堆積により、エチナ川の流路が変わる水を得られなくなったためという、説もある。 20世紀に入り、第二次世界大戦においては、日本の関東軍もこの地に特務機関を派遣し、ドイツとの空路を結び、ソビエト連邦と、ソト、モンゴルからの防空を目的とした、飛行場の建設を行っている。中華人民共和国が成立すると、地理的な条件から遊牧民に対する前線基地として、ついで中祖対立が、先鋭化すると、 ソ連の影響力を強く受けたモンゴル人民共和国に対する国境の最前線基地としての重要性を担い中国人民解放軍が駐在するようになった。また市長は流域は雨が少なく人化がまばらであることから中国の宇宙開発における最重要拠点の一つとなり主戦衛星発射センターが設けられた。センターは長液市と唐保遺跡の中間付近にあり、 人民解放軍による厳重な警備が行われている。このため外国人によるエカー沿いの往来は制限されている。潮駅市林、佐和県の用水路。水不足で枯れる、バダインジャライン砂漠のことかけ柳。キレン山脈の雪解け水を源流とし、潮駅市など火星回廊にある、諸都市の主要な水源であるが、過去に比べて水量は減少傾向にあり。 1992年の流量は1.83億立方メートルであった。聖火時代には水量が非常に豊かであったことが遺跡からの湿度文書により読み取れるが、早くも元時代になると当地は水が少ないという記述が増加する。水源の氷河をボーリングした調査結果によれば、当時この地域で急速な寒冷化が進み、上流の紀連山脈の氷河の溶ける量が減り、 川へ供給されるる水量がが減ったことが判明している一方でこの時代に上流域での灌漑農業が発達し、それらの結果下流へ流れる水量も減ったものと推測されている。越長川の中流域にはダムや堰が120カ所以上あり、水路が網の目のように張り巡らされ、豊かな国草地帯となっているものの、大半の水がこの付近で消費されるために、 下流の水不足が深刻である。1927年にスウェン・ヘディンが率いる西北科学交差団が当地を探検した際には水量が比較的少ない季節にもかかわらず毎秒20トンの流量がありとかに苦労した様子が記録されており両岸に木々が繁茂している映像も残されている。しかし以降は砂漠域での水不足により百六十一年には ガシュンノールが1992年には、ソゴノールも干上がってしまった。現在では、上流から水が放流される冬の一時期のみ川が流れ、その他の時期には川床が干上がる状態で、かつて流星を誇ったことかけ柳も細々と残る、のみである。この水不足の解消のため、中国政府により、越長川中流域での取水制限と、 上流域での放牧の制限や、牧民を移住させて農業に転業させたり、畜舎での牧畜に転換させる生態移民政策が行われている。この移民政策には、北京での砂嵐の被害が激化したため、現況となる越長川付近の砂漠化を防止する目的も指摘される。その結果、2003年には、そこのールに水が戻ったが、 取水制限を補う目的や転業者が新たに使う水を確保するため地下水の汲み上げが激増し、もともと河川水の減少により低下傾向にあった地下水位のさらなる低下に拍車がかかっている。ありがとうございます。